だけじゃなく他の働いてる人も、まあ、肩の力をそこまで入れずに働いたり生活してるかなっていうのを感じられて、うん、それがすごい楽で、こうだんだんこう年を取っていって、うん、自分の人生限られてるんだなっていうのがすごい感じるようになってきて最近、うんでまあ、もちろん一生懸命働いて子供を育てたりするのも大事で、うんまあ、家族とか、まあ、今自分が仕事できてることとか、うん、そういうのをまあ大事にしていきたいっていうか、そういうのが結構明確になってきましたね。健康であって、まあ、家族にも恵まれて、結構こっち来てから考え方が本当にシンプルになって、気持ちも楽に生活できるようになったなと思います。高校卒業するときは本当に将来をあんまり考えずに、なんとなく大学を決めて、なんとなく大学行って、なんとなく4年間終わって、6年間でも6年間で終わったときにはもっと働きたいなと思ったんですよね。それが、まあ、打ち込めるものがあればいいなっていうのはそこで初めて思って、それがたまたま本当にうまく農業と出会えて、今続けてられてるっていうのが非常に良かったと思いますけど、誇れるような進路をこう先々考えて進めてなかったなっていうのは今思えば考えますけど、子育てが下の子育てがもうちょっと楽になったら、もうちょっとこう自分とこの野菜を東京とかに、うん広めていきたいなと思います、うん、一応自分が営業担当で、うん、でもそこまで今自由にならないので、うん、行動がただ今野菜がメインなので、うんまあ、あと米とかを自分で作れるようになりたいなと思いますけど、米と小麦の方ができればまあ本当に完全に自分のところで完結した、まあ、肉はないんですけど肉と卵以外は全部作れちゃうな。私は一回そう都会とか出た方がいいと思うんですよ。ずっとこう県内に残るよりは外へ出て、まあ、東京でも外国でも出ていろいろ吸収して、それで県内に戻って仕事に生かすっていうのもいいんじゃないかな。女の子は特にそうですね。出産があって子育てがあってってなると、うん、全然今は実感なくても本当に一人でなかなかやることはできないし、周りの助けがないと、うん、で、まあ、出産子育てが終われば今度はまあ親もだんだん年を取ってくるから、うん、そばにいて見てあげた方が安心だし、年を取っていくとやっぱり家族を大事にしようっていうのが出てくるんですよね、うん、明確なビジョンがないからって焦んなくても、その、まあ、年を取ってからなのかもしれないですけど、いつかこう自分に合うものがこう見えてくるっていう気はしますよね、うん、これから先はやっぱ自分の好きなことをこう追求して自分のできる技術を磨いていくっていう方がいいんじゃないかなと。自営業になってから仕事の面白さとかそういうのが私は分かるようになりました。働いてる時はまあ本当にまあ給料もらえればいいやみたいな感じで言ってるところもあったんですけど、自営業になってお客さんとかもとも距離も近くて、やっぱり仕事をもらえるありがたさとかそういうのが分かるようになってきたので、まあ仕事はいろんな選択肢があるよっていうのをそのうち分かってくれたらいいんじゃないかなと。